大丈夫なふりして日々を暮らしてる。まあいろいろあるけどさ、楽しむこと忘れちゃいけないぜ。友達の瞬間も言ってた通り、そう大事なんだよ本当に。楽しむため俺ら生まれてきた、それだけは絶対間違いない。みんな答えをわかってる、全部ただの意見ってわかってる。図らずも自分に返ってくる、ラブもヘイトも必ず。誹謗中傷にネガティブ思考、数え出したらキリがない。何があっても特に気にはしない、君は特に自由自在。またどこかで会いましょう。はい、EP リリースおめでとうございます。ありがとうございます。最高。ありがとうございました。